はい、どうもくるりと申します。レムレスブルーの午前2時実況パート28かなやっていきたいと思います。で、前回ここのエンド2のアシンメトリースケープ強盗っていうのをね、まあ見て、ナオニーがしんのすけくんになり変わって生きていくっていうねやつを見たと思うんですけども、今回はまたトゥルーエンドとかエンド3、エンド4を回収していけたらなと思っております。で、前回の選択肢で葵一人にしてくれるとほっといてはあかねっていうところがあったと思うんですけども、前回とはまた違った選択をすれば他のエンドが見られるんじゃないかと、まあ、勝手に予想しているので、とりあえずそこまで飛ばしていきたいと思います。はい、ということで、ここまでカットしてきたんですけども、前回は葵一人にしてくれるを選択してエンド2に向かっていったと思うので、今回はほっといてよ茜を選択していきたいと思います。まあちょっとね、喧嘩腰ではあるんだけど、ほっといてよ茜。そう、わかった。せっかく心配してくれた葵には悪いけど、誰も来てほしくなかった。僕と、しんのすけの部屋。ここでしんのすけは確かに生きていた。4年前まで、ちゃんと生きていたんだ。どくりと、心臓が、激しく脈を打つ。ナオニー。ナオくんはいい子ね。それに比べて、この子はだらしなくて。ナオニー。どうして?どうして、僕が死ななきゃいけなかったの?痛いよ、しんのすけ。油汗がにじみ出るのが、皮膚越しに伝わる。とてつもなく熱い。なのに、お腹の底では冷えた溶岩が、どろりと流れているようで。熱いんだか寒いんだかわからない。気味の悪い不安と吐き気に襲われて。ナオニー。ナオくん、素敵よ。どうして、僕だけ褒めてくれないの?イツキくんは偉いな。どうして、僕だけ構ってくれないの?胸を押さえながら、床に倒れ込む。まるで、部屋に置かれたおもちゃたちが、僕を嘲笑っているかのようで。ナオニー。ホームズが、江戸川乱歩が、僕を侮辱しているようで。ナオニー。僕は、これから幸せになるんじゃなかったの。なんで、僕が死んだのに、ナオニーが生きているの?まあさ、絶対にしんのすけくんはこんなことは言わないとは思うけど、でも、ナオニーの中で本当に
罪悪感がめっちゃあるんだろうね、しんのすけくんに対して。ふと何かに釣られるように顔を上げると、僕がデビューした当初からずっと使っていた姿見があって、その鏡の中の世界を僕は覗いてしまった。しんのすけと同じ顔をした僕の姿を、醜く髪の毛を乱してのたうち回る生きた五木直太郎の姿を、どうして生きているの、どうして僕が死んでるの、どうして同じ姿をしているのに生きているのが君なの、どうして、どうして五木直太郎も死んでないの。いつき、どうしたの？ねえ、ねえってば。いつき。鏡が割れて破片が飛び散る。その瞬間がスローモーションに僕の目に映り込むんだ。鏡の破片が無数に宙に散らばり、無数の僕が現れる。僕は目を見開いた。こんな姿見たくない。こんな醜い顔見たくない。しんのすけが死んでものうのうと生きている汚れた人間をやめてくれ、やめて。これ以上僕を見たくない。かすめる破片が愛おしい。もっと僕を傷つけてくれ。これさ、破片とかで自分の顔ぐちゃぐちゃにするとか、そういうオチじゃないよね。醜い僕をズタズタに引き裂いてくれ。血が出てる。危ないから片付けないと。いい、このままでいい。どうせどうにもならない。こんなに醜い僕は早く消えてしまった方がいい。鏡の破片を一つ手に取る。ギラリと激しい光を反射させて、僕の顔が映っている端を指でなぞると、プツッと血が溢れ出す。その鋭利な切れ口を、僕は思い切り握った。途端に、右手に強烈な痛みが走る。ドクドクと血管が脈打って、赤い液体が、鏡を染みゆくのが見えた。これでいい。これで何も見なくて済む。嫌いだ。何もかもが嫌いだ。この顔も、この声も、この髪の毛も、この瞳も、すべてが、五木直太郎のすべてが嫌いだ。しんのすけの代わりに平然と生きている。しんのすけと同じ姿をしている。この醜い人間が、とても、とても嫌いだ。鏡を握る手に力を込める。葵は、僕を何も言わずに、ただ見つめていた。何も見たくない。
聞きたくない、触れたくない。僕は僕が嫌いだよ。いつき、お願い、お願いがあるんだ。どうか僕を君のものにして、お願い、お願い、どうか僕を縛りつけて、僕をもてあそんで、僕の体に名前を書いて、君の所有物だという証を、一生消えない刻印を。これさ、なんか似たようなことさくら先輩も葵君に向かって言ってた気がするんだけど、確か言ってたよね、こういうこと。君とならばどこへだって、地獄の底だろうとついていくから。だから僕を道連れにして。うん、お願いだよ、あかね。本当に君がそれを望むのなら、君の望むがままに、この先は地獄よりも辛くて悲しくてどうしようもない道だけど、それでも君が歩みたいと言うなら、僕のものになりなよ、いつき。どこまでも道連れにしてあげるから。いつきくんが脱がされてますねどういうことなんだろう。あ、これエンドか、ゴーストブルー。うん、なるほど、そうか、エンドだったんだね。なんかさ、葵くんの正体が全然わかんないから、今のエンドもねよくわからないんだけど、地獄の底よりもきついんだよね、葵くんが歩む道って。何者なんだろうね、本当に。きっとここの日向と葵のエンド見たらわかるんだろうけどね、今の段階ではまだ葵くんが何者なのかがよく分かってないよね。うん。まあ、ということで、エンド4のゴーストブルーが解放されたので、あと、残るエンドがトゥルーエンドとエンド3、だいぶ、終盤に近づいてきてるのかな？よく分かんないけど、レムレスブルーもね。うん。なんですけど、まだ時間そんなに経ってなくて、15分くらいなので、残りのエンドも、ま、回収できないにしても、ちょっとだけ進めていきたいと思うんですけども、あと考えられるのが、あれだよね。ナオニーとしんのすけくんの部屋に、葵くんに入りたいって聞くか、さっさと行こうみたいなエンドがあったと思うので、そこまでとりあえず飛ばしていきたいと思います。はい、じゃあカットで。はい、ということで、ここまで飛ばしてきたんですけども、前はここ入りたいを選択して、ナオニーとしんのすけくんの部屋に
はいって言ったんですけども、今回は早く行こうを選択していきたいと思います。はい、行こう葵。ここは僕の寝室だよ。昔はお母さんの部屋だったんだけど、今じゃ僕が使わせてもらってる。いつき、もう起きて。葵。おはよう。うん、こっから新しい話かな。この家を離れることは惜しくなかった。ここには過去の異物しか存在しないから。アパートから学校までの移動中、僕が顔を上げることはなかった。世間が怖かった。電車に乗っているサラリーマンの新聞、その見出しに小さく、いつきインフィニティ失踪と踊っているのを見て、胸のあたりに雨雲が立ち込めるような不安感を覚えた。幸いなことに、街の人は誰も僕に話しかけてこなかったけど、見えないように指をさされているんじゃないかと、聞こえないようにひそひそ話をしているんじゃないかと、知らないところで笑われているんじゃないかと、気が気でなくなって、途端に青以外の人間が恐ろしく見えて仕方なかった。久しぶりに戻ってきた学校はいつも通りだった。うん、一応今回の選択肢では学校に戻ってくることはできたんだね。世間からは隔絶されているのではと思うくらいに何も変わっていなかった。いつき、大丈夫？平気だよ、もともと慣れてるって言ったじゃない。まあ多分葵くんはそれもだけど、いろんな意味で大丈夫か聞いてるよね。いつき、これからのことを考えよう。これからってもう何もないでしょ。唯一の生きる方だったしんのすけがいなくなって、僕の夢だったアイドルも台無しになって、何を目標にして生きていけばいいの？ねえ教えて。何を目標に生きていけばいい？僕には一体何が残ってるっていうの？せめてしんのすけがいてくれれば。そうだ、なんで今まで思いつかなかったんだろう。うん、あったじゃないか、こんなにも身近に解決方法が。レムレスブルー。ねえ葵、レムレスブルーを僕にちょうだい。それでしんのすけを生き返らせるんだね。いいでしょ。なるほどね。いつき、ちょっと。ああ、葵のハートを手に入れて
だっけ。もう十分手に入れたよね。だって君は僕を受け入れてくれるって言ったものね。葵、レムレスブルーをしんのすけに使ってくれないか。あの子は生きるべき子なんだよね。えごめん。なんで。レムレスブルーはしんのすけには使えない。使えないってことは、なんか実はっていうか、使いたいけど使えないとかそういうことかな。使わないんじゃないんだもんね。なんで。なんで。いいじゃないか、教えてくれたって。そうやって奇跡を独り占めして僕を笑うのがそんなに楽しい。もうやめよう。やめるってなんだ。まだ終わってない。しんのすけはまだ終わってなんかいない。とっくに終わってる。いつきしんのすけは4年前にとっくに終わってるんだ。は？そんなわけ、そんなわけないだろ。手出しちゃったか。葵の方は幽霊のくせに赤く腫れていて、なのに気丈な目は僕を貫き続けていて、無音がやけに長く感じる。僕の中でだけ大きな音を立てて、何かが壊れていく。ああ、やってしまった。せっかく築き上げたのに、あの時は本当に、レムレスブルーなんてどうでもよかったのに、こんな、くだらない終わり方か。おままごとはもう終わり。いい加減認めろよ。葵くんもなかなか感情的になってるよね。珍しく言葉遣いも荒めだしね。激高した僕はもう一度手を振りかぶる。何やってんだ。しかし、その手が振り下ろされることはなく、イレギュラーな人物に抑えられた。ひなた、離せよ。何なんだよ、この状況は。いいから落ち着け。離せってば。頭突きか。でも止めてくれてよかったよね。これ以上ね、いつきくんと葵くんの関係こじれてほしくないしね。葵、大丈夫か。僕は平気。幽霊でもほっぺ腫れるんか。いいよ。それより、見るなよ。頭、
冷やしてくる。いつき。行くあてもなく、あの場を離れた。もうこの世界に、僕の居場所なんてないっていうのに。笑えない。全然、笑えないよ。これからどうしよう。もう、何の希望も見えないよ。しんのすけもいなくて、葵もいなくて、大切にしていたアイドルの地位まで崩してしまって。僕はどうしてこんなところにいるんだろう。あれ、気づくとこんなところまで来ていたのか。僕が着いたのは、おい、屋上だった、プールだった、なんですけど、一旦ここで区切りたいと思います。まあ、次回はね、いつきくんが屋上に行くのか、プールに行くのか選択していくところからやっていきたいと思います。はい。レムレスブルーの午前2時、実況パート28、終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。